こんにちは。こちらの声聞こえますか？大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。OK です。よかった。めっちゃ汗だくの、ちょっと、まだ、開始まであと3分ぐらいあるんですけど、ネットワークの状況とかも含めて、ネットワークの通信が品質悪くなったら、ちょっと顔、ビデオオフにしたりします。なので、ちなみになんでこんなに汗だくなのかというので、バーチャル背景を消すとですね、ポチッて、今、こんな感じでテントの中にいまして、今、新潟のスノーピークの本社の、会場というか、横に併設されているキャンプ場で、今日、明日と法人向けの、新商品発表会とか、いろいろ教育系の、授業の打ち合わせで、今年度も、後期の授業で、青学の授業で、スノーピークとコラボ授業があるので、その打ち合わせに来てるんですけども、後ろではスノーピークのイベントが行われていたりで、ちょっと多少雑音があるかもしれないんですが、めっちゃ山の中に来てます。今、通信は、UQ Wi-Fi モバイルでつないでいて、なんか、状況を見るとどうも 5G つながってるっぽいぐらい結構通信速度速いんで、多分大丈夫かなと思ってます。よいしょ。なのでちょっと雑談しながらみんなを待ちつつですね、ちょっと汗だくで、ちょっと待ってください。タオル持ってこよう。ちょっとタオル持ってきます。ちょっとだけお待ちください。はい、続々やってきてますが、青学とヘリスの学生たちが今、続々つながっていると思います。6時10分からスタートということで、よまだ内田先生は入ってないのかな。あと、リアースの田村さんは、ちょっと遅れる連絡が来てます。アスキーさんは来られてるという形で、はい。今回のハッカソン、今日はキックオフで、20日、2週間後に、成果発表会も行うという形で、この、Zoom の、オンラインハッカソンに関しては、録画もしているのと、今回、アスキーさんも含めて、取材も入っているので、後ほどウェブサイトとか紹介されることを予想されますので、顔出しとか、名前が出るのが嫌な人は、今のうちに Zoom の名前を書いておいてくださいと。タムケも来た。はですね。内田先生も来た。今ちょうど、よろしくお願いします。はい。なので、取材も入っているので、メディアに乗る可能性がありますよということで、ご容赦くださいというか、名前が乗りたくない人、顔が出たくない人は顔出ししない、名前を、なんか、別な名前に変えておくとか、しておいてください。はい。はい、よろしくお願いします。内田先生、喋れます？ちょっとお待ちください。今授業終わったばっかりで移動してきた。すみません、よろしくお願いします。聞も、はい、お疲れ様です。こえますか？はい、聞こえてます。こっちの方が音が小さいので少し設定をいじります。はい。ちょっと君たちうるさいね。 いやー、なので、すみません、僕は新潟のキャンプ、スノーピークの本社からつないでいるので、後ろがテントです。
なんかここはちっちゃな教室です。まだちょっとみんな来てなくてですね。はい。あ、じゃあもうちょっと待ちましょうか。そうですね。はい、まあ、録画もしてるので、後で間に合わなかった学生は、ですね、見てもらうと、はい。うちの学生も全員は参加してないので、はいはい、録画で見る学生もいるかなというふうに思います。わかりました。ちょっと待ってください。今ね、教室にプロジェクターつないでるんですけど、出力されてないので。なるほど。これを確認します。はい。君たち早く座って、もう始まる。一応今日の予定は7時には終わるという形で、前半古橋の方からハッカソンの概要の説明と細かなルールの説明をしつつ、後半はユーカリアの田村さんから、リアースの使い方のハンズオンを20分ぐらいでやってもらうという形です。で、最後質疑応答という形で、まずキックオフを終わっていくというところです。で、ただ、まあ、キックオフだけではなかなか伝わりきれないところもあると思うので、前半の説明のところでも、2週間の間での、ハッカソンの、まあ、質疑応答というか質問できる場所、コミュニケーションのツールだとか、あとは、実際に今回個人参加もチーム参加もありということで、そこのチームの登録の仕方等と、まあ、事務的なことも含めて、2週間は割と、いつでも対応できるような形にして考えてます。あと、審査員が、急遽、国土交通省のプラットの、プロジェクトリーダーでもある内山さんも審査員で参加できることが確定したので、審査員は、今回4人になる予定です。はい、だいたいそんな形で。こちらってノイジーな感じします？大丈夫ですか？なんか後ろでちょっと今スノーピークのイベントもやってるんで、その音声が入ってるかどうかがちょっと気になってるんですけど、あんまり入ってなければ。入ってないんですけど、ちょっとうちの方がですね、マイクの出力が小さいみたいで。なるほど。こちらの声があんまり聞こえにくいっていう感じですかね。聞こえるけど。聞こえるけど。スピーカーが悪いんだよね。なるほど。なんか前回、あれ、前僕、5月に授業したところと同じ部屋ですか？いや、違う部屋です。あの時は確か結局マイクを近づけて、今ね、天釣りのスピーカーから出てるんですけど、このバランスが悪いんですよ。こっち側に座るか、そっち側に座った方がいいか。ちょっと話してみてください。はい、適当に喋ってます。はい、なので、こちらの音声がバッチリ聞こえてれば OK ですし、まあ、厳しそうであれば、後で録画を見てねっていうところも、まあ、録画もあるから見直しもできると思うので、じゃあ大丈夫です、よろしくお願いします。はい、 ありがとうございます。画面で確認できるような形で、はい、考えてます。今15分ですね、まあ、遅くとも20分までに始めたいなと思ってますが、はい、アムケンは準備大丈夫そう？なんかこっち大丈夫、顔は見えるけど、そっちミュートだからなんか喋ってる感じがあるけど、ごめんなさい。はい、大丈夫です。大丈夫、はい、了解です。はい、一応ちょっと準備しておきつつ、あとリアースじゃない、プラットビューアーを立ち上げとかないといけない。プラットビューアーが重いからそれだけ。よし、じゃあ内田先生の準備が OK であれば。はい、大丈夫です。こちらよろしくお願いします。はい、一回ミュートします。はい、はい、では、青山学院大学とあとヘリス女学院大学の、学生さんが、参加してきているというところで、今回の、プラトプロジェクトプラトの、ストーリーテイリングハッカソンを開催しますということで、全く何も画面とか用意しないんですけど、半分雑談から始めると、プロジェクトプラトって国土交通省の、3次元の都市地図を作る。で、それを公開してみんなで使ってもらうというプロジェクトです。後で画面共有しながら紹介するんですけども、そのプロジェクトの有識者会議の、座長っていうのをやって
いる古橋です。青山学院大学所属です。で、ちょっと、後ほど軽く自己紹介的に、フェリスの内田先生と、あと、ユーカリアの田村さんに、軽く自己紹介も振りますけれども、ついこの前まで僕と田村さんはコソボに行って、昨日、タムケン帰ってきたんだっけ？昨日帰国。今日だ。古橋昨日で、そう、まだ2人とも時差ボケっていう状態なんですけども、それもプロジェクトプラトの海外展開をしていくというので、海外 の, あのコソボでの国際会議でブース出したり発表したりということをやったり、で、本当に多くの人たちが関わっているプロジェクトです。で、今回、アスキーさんとか、あと、成果発表会の20日、2週間後に行う成果発表会では、国土交通省の内山さんも含めて参加してくれる予定なんですけども、まずは、フェリスの学生とあと青学の学生、含めて、青学の学生は多分ね、先週先々週と割とプラトーに関連する課題を出してたりするので、それなりに知識はあるかなと思うんですけども、特にフェリスの学生なんかは、プラトーって何っていう人もいると思うので、ちょっとそのあたりも含めて軽く、こういうことをやりますよというので、その後、軽く内田先生とあと田村さんの自己紹介の話にして、で、田村さんの方から、リアースというプラットビューアーというプラットのデータを見るためのツールをの背景で動いている仕組みの使い方を少し説明してもらうという、そんな流れでいきます。で、残り時間質疑応答で7時には終わりという形になります。オンラインでリアルで聞いてる人もいれば、学生によってはちょっと時間が合わなくて、後でオンデマンドで聞く学生もいるので、今参加している学生の数が最大ではなくて、もうちょっとあと、フェリスの方では教室でも聞いてるのか、なのでパブリックビューイング的に聞いてると思いますけども、大体全体で言うと、青学の学生が20名弱ぐらいで、フェリスがやっぱり20名弱ぐらいかなというところなので、大体3、40名ぐらいが参加するかなというふうに、40名からか30名ぐらいか かなというふうに思っております。はい、ではちょっと画面共有をして、古橋の方から、今画面の方、プロジェクトプラトのトップページを出しています。で、今画面の方がどのぐらい綺麗に映ってるのかわからないんですが、今画面の方がマップザニューワールドっていうキーワードのもとに背景に、さまざまなかっこいい、3次元の都市のデータを使ったビジュアライゼーションの動画が見えているかなと思っています。今回都市っていうことはよく使うんですけども、プラトというデータは、国土交通省の都市局という組織が作って、います。で、都市って何ぞやかというのは、いわゆる大都市だけではなくて、地方都市とか人が住んでるところは全部都市だと思ってください。だから、人が住んでいれば、そこが例えば今でいう過疎地域であったとしても、その過疎地域の地域にも人が住んでいるのであれば、それは都市である。で、そういったいろんな町がある中で、人が住んでいる地域が、どういう形でもっと良くなっていくのか、特にプラトのプロジェクト自体はコロナが広がっていった中で、日本のいろんな課題が浮き彫りになったよね。その時にやっぱり自分たちが生活する都市を見直そうとか、それをどういうふうな都市にしていきたいのかということを考えていく一つの基本的な、インフラデータとして、このプラトというプロジェクトが、始まって、3次元の都市の地図データが公開されています。で、このトップページのリンクを、Zoom の方に共有しておきますけども、よいしょ、よ、今共有しましたが、後で興味があればぜひ見てくださいということと、すごくこの3年間、ドキュメンテーションとかいろんなプロダクトとかツールとか、さまざまな形でプラトのプロジェクトを大きく広がっています。で、まさに国際展開も今年始まっていて、昨日今日と、関係者が続々日本に帰ってきているということと、あと昨日はプラトアワードというハッカソンよりももう少し大きな枠組みで、この1年間みんなでやったことを見せ合って表彰しようよみたいなアワードの、キックオフをやったりとかですね、結構しょっちゅうイベントをやっています。なので、このあたりも含めてぜひ興味があれば見てくださいというのと、今日は時間が限られているので、その中でもどんなことをやっていくのかということで、まず概要として、プラトは、3次元の都市地図のデータですよという話をしましたが、具体的にどんな都市地図のデータなのかっていうのを、少し実際のデータを見ながら確認していきたいと思います。
で、これ、プラットビューアーという、プラットの特設サイト、トップサイトのプラットビューというにページを開くとですね、プラットビューアーというビューがあります。これを見るのが多分一番分かりやすくて、今、これがバージョン2、プラットビュー 2.0 というものがあります。動いてます。で、今回のハッカソンは、まさにこのプラットビューと、あとは、プラットビューってすごく機能が限定されているので、そのベースを作っている、リアースという仕組みを使って、プラットのデータと、あとは皆さんが持っている、もしくは皆さんが手で作るデータを組み合わせて、どんな面白い都市にストーリーを展開できるのかということを考えていく、まあ、そんなハッカソンを考えています。今、画面で見てもらっているのは、これ、プラットビューアというツールです。で、まあ、東京が最初、中心になって出てくると思うんですけども、日本中どこでも見れますよということです。で、もちろん東京だけではなくて、横浜とかも含めて、ある程度データがあります。で、ただ、どうやってデータを見ていくのかというふうに考えると、今見てる段階では、航空写真が出てきてるだけなので、拡大しても、まだペタッと航空写真が貼ってあるだけになります。で、これではまあ 3D の都市とは言えないわけですね。で、どういうふうに見ていくのかっていうと、左上のところにあるカタログから検索するというボタンをポチッと押してあげて、で、その中で、プラットのデータセットを検索することができます。で、青山学院大学渋谷と相模原にキャンパスがあるんですけども、渋谷って検索窓で検索してもらうと、東京都の中に渋谷がありますよという形で、こうやってデータにたどり着くことができます。で、この中に建築モデルっていうのをチェックオンに選択して、シーンに追加ということをやると、しばらく待つと、渋谷の3次元の建物データがこうやって出てくる。かつ、これクリックすると、この建物が、例えば渋谷のストリームである、住所はこれであって、建築年は不明になってますね。まだこれ多分データ作ってる時にできちゃったからかな。はい、で、高さは185メートル。つまり、これ、Google Earth と違って、一軒一軒の建物の属性が全部入って、いるんですね。名前だとか建築年数だとか構造だとか、耐火構造も含めてですね。で、これ建物だけではなくて、いろんな建物以外のデータもいろいろ入っていたりします。で、何が言いたいのかというと、プラトーというのはこういう3次元の町都市を見ていくための基礎的な建物はどうなのか。じゃあ高さごとにちょっと色付けしてみたいなというと、高さごとに色分けていうとこうやって一瞬にできちゃうんですね。で、よいしょ。で、渋谷に他にデータないかなって見ると、例えば避難施設の情報がありますよというので、避難施設のデータを読み込むと、ちょっとすごいアイコン大きいので、まあ、目立つんですけども、ここに避難所ありますよっていうことも出てくると。で、プラトーの中のカタログ、いろいろ調べてもらうと、こんな形でいろんなデータが入ってます。で、こういったデータを、見るだけではあんまり面白くなくて、こういうデータをすで、にプラトーから用意されているデータ、そして自分がこれにどんどん追加していくことができるんですけども、まあ、そのあたりも含めて、この3次元の都市をこうやって見ていくときに、自分なりにこうやって都市を見たら面白いよねという見方が出てくるんじゃないかな。で、それを学生の皆さんと一緒にこう見つけていく、ストーリーを作っていくということができるかなというふうに思っています。で、例えば具体的にどういうことができるのか、ちょっとやってみせます。これ今、渋谷のスクランブル交差点ですね。で、渋谷のスクランブル交差点の、避難施設の建物の形を、データをより細かくする。これ、LOD、レベルオブディティールっていう考え方で、レベルを1、2、3、4と4段階、プラトーでは定義して、その、例えばレベル2にすると、レベル1よりももっと細かい建物の形状が出てきたりします。で、こうやって見ると、渋谷のスクランブル交差点の周り、建物あるんですけども、実際見かけよりも結構高くできていたりします。どういうことかというと、渋谷のスクランブル交差点って人がたくさんやってくるので、ちょっと、人がたくさんやってくるので、不用意にクリックしようと。見失った。どこだ？スクランブル交差点、こっちか。ですね。スクランブル、行き過ぎた。交差点をこうやって見ると、これスクランブル交差点じゃない。こっちか。斜めに横断歩道があるから、これですね。よいしょ。スクランブル交差点こうやって見ると、高い建物があるようでいて、実はスクランブル交差点の、こう、方に向かって、
看板の広告とかをこう高くそびえて、実際のビルよりも高くしてたりする、こうやって構造が見えるわけです。でこういうことによってここの広告効果、ここの広告の価値が高くなっていくっていう、結構こういった工夫がされているから、3次元のこれ LOD2 と呼ばれる非常に細かな3次元のデータを読み込むと、こんな都市のこう隠れた姿っていうものが見えてきたりします。まあ、これは一つの事例で、もっと具体的には、じゃあこのスクランブル交差点のこうビジョンとかでどのぐらいの面積があって何ができるのか、どういうコンテンツを見せたらもっとこう広告効果が上がるのかみたいなことを考える議論の一つの軸になってきたりするわけです。でいずれにしても、こういうことが、3次元の地図を使って誰でもできる時代になったっていうのがプラトンのすごく大きなところです。でこういうデータとこういう機能を使いながらですね、皆さんには実際にこのプラトーのビューアー、もしくはビューアーの裏で動いているリアースというツールを使ってストーリーテイリング、ストーリーを紡いでいくことをぜひチャレンジしてもらいたいというふうに思っています。で、よいしょ。もうちょっと具体的に今回の活動、ハッカソンのルールを説明していきます。よいしょ。ちょっとまたズームに共有しますね。で今回のハッカソンの資料、こちらです。今 GitHub のサイトリポジトリっていうのを見てもらっています。GitHub というのは、いわゆるエンジニアの SNS ですね。プログラミングしたり、もしくは自分で、いろんなドキュメンテーション、文章を書いたり、データを作ったりっていうことをするときに、結構この GitHub にいろんな情報を置いておくと、みんなが見やすい、使いやすいよねっていうことで、エンジニアの中ではもう、当たり前に使われているツールです。で今回、プラトーハッカーソン2023というリポジトリを古橋研究室の方で立てて、そこに今回のルールを書きました。なので、ちょっと、数分で、今回どんな風にやるのか、ということをちょっと、共有していきます。まず、プラトーのデータを使って、都市をもっと面白くするコンテンツをみんなで作っていきましょうということです。で特に面白くするってすごく主観的なものがいいかなということですね。客観的な展開というよりも自分にとってのこの街ってこうだよねということをこう考える。でまだ現状日本1700近くの、自治体がありますけども、すべての自治体が公開されているわけではなくて、まだ、全国で127都市ですね。まあ、23区とか政令指定都市は一つの都市としてまとめちゃってますけども、なので、まあ、日本全国どこでも使えるわけではないんですけども、ある程度、都市部は整備ができてきています。ので、プラトのデータのあるところで、自分の思いを乗せながら主観的なストーリーテリングをぜひ作ってみてください。というのが今回のハッカソン。ハックしながらマラソンする2週間こうみんなで一緒にかけていくということをやっていきます。で、今回のルールとしてはプラトーとして公開されているルールと、それ以外の自分のオリジナルコンテンツを組み合わせて、ぜひあこういう都市の見方あったよねということをみんなからぜひインプットしてもらう。人によってやっぱり趣味とか街の捉え方とか、それこそこの数年のコロナも含めて街で人がどう生活しているのかってことも、結構大きく変わってきています。なので、ぜひ、その、プラトのデータと仕組みを使いながら、自分のストーリーをうまく乗っけて、ストーリーテリングのストーリーを作ってみてください。はい、で、ルールですね。ルールは、個人、もしくはチームを組む場合には最大3人まで参加可能です。はい、で、まあ、このホーム、チーム登録のフォームは今週末、日曜日の夜まで受け付けるので、それ前に登録されなかったら個人参加という形になります。基本的には、チームの登録フォームがあるので、そこに、申し込んで、チーム名とか、あと、誰が、チームの場合には誰が担当みたいなことを、どうするんだ。こっちに出して。チーム名とか、あと、青学とフェリス、今、チャットでしか繋がってないんですけども、後ほどディスコードっても共有するので、せっかくだから青学とフェリスで合同チーム組んでもらってもいいんですけども、所属とメンバーの名前、名前と学生番号を鎌括りで一行一行入力してみる。
あと代表者のメールアドレスと、あと、あの我々のイベントの場にはあの行動規範、コードオブコンダクトを作ってますので、それもちょっと、読んで、同意してくださいということで共有してあります。なので、個人参加もありだし、チームで一緒に仲やりたいという場合には3人まで1チームに組み込めます。で、先ほど紹介したプラトビュー 2.0 もしくはプラト、あのリアースというものを使って、ください。プラトビューアーは、先ほどちらっとお見せしましたが、左下のところにストーリーっていう機能があって、このストーリーの編集モードにすると、このシーンをキャプチャーして、タイトル、説明、っていう形で、こう、入力することができます。で、こういうストーリーを、こう、キャプチャーしながら、タイトル、説明、こんな感じでストーリーを組み上げていって、再生モードにすると、一つ一つのストーリーに合わせて、こうやって画面とか出てくるデータの切り替えが自動的に行えるというのが、プラットビューアーのストーリー機能なんですが、正直なところ、今のプラットビューアー 2.0 のストーリー機能ってあんまりリッチな機能がないので、見せ方としてはちょっとプアな感じになりがちではあります。まあ、これはこれでチャレンジしてもらいたい、してみたいという人はそれでもいいんですけども、まあ、おすすめは今回リアースを使ってもらうのがいいかなというところです。で、後ほどこの後、すぐ田村さんの方からリアースの使い方、特にストーリーテーリングの使い方をインプットしてもらいます。で、ストーリーには必ず最低1点以上のプラットコンテンツ、さっきの建物でもいいですし、それ以外のデータもあります。さっきの、避難所とかね、そういうものも含めて、コンテンツを必ず組み合わせて使ってもらうということと、あとは自分のオリジナルコンテンツも組み合わせてください。まあ、この2つが条件です。あとはもう、公序良俗に反する、しない限り、何でもいいですということです。あと、まあ、自分が作ったわけじゃないけど、第三者の著作物を用いる場合には、基本的には原則許諾不要ですね。いわゆるオープンデータとして公開されている、許諾不要で二次利用可能なライセンスのデータであれば、自由に組み合わせていいですよという形です。逆に言うと、例えばミッキーマウスとか使わないでねってことです。はい、怒られますから。来年ミッキーマウス著作権切れますけど、今年はダメですんで、はい、というとこです。だから、熊野プーさんは去年切れたから、熊野プーさんは、形状を真似するのは全然ありです。そっくりそのままスクリーンショットはちょっとまずいですけど。はい。で、あと、成果物の公開に関しては、リアースとかプラトビューアーには、ストーリーの作ったものをエンベッド、埋め込むっていう機能があります。これ基本的にはウェブに埋め込むという機能があります。で、この機能をうまく使ってですね、せっかくなので、プラトビューアーもしくはリアースで作っただけで終わりにしないで、GitHub にそのコンテンツをリポジトリ化するっていう、ちょっとしたコーディングをしてもらうことが、条件になります。だから提出物は、GitHub のリポジトリで提出してるっていうところです。で、これ聞くと、ちょっと、使ったことないって人が多いかなと思いますが、この後、ちょっと古橋の方でも、多分来週になるかな。まずはリアース使ってストーリーテリングをどんどん組み立ててもらいつつ、ある程度完成形になった後、最後の提出の段階になった時、まあ来週以降に間に合うように、どうやったら自分でエンベットして、それで、プラトのストーリーを、GitHub のリポジトリ化することができるのかっていう、ハンズの動画を共有しておくので、それを見て真似してやってみてください。ということです。これ、古橋の方から、後ほど共有します。で、7月20日に、成果発表会なんですけど、リポジトリの提出そのものは、7月19日、前日の夜中、までということにします。これは後ほど、まだ Google フォーム作ってないので、後ほど共有をします。基本的にはこのルールに、乗っ取ってやるという形で、そんなにプログラミングの知識がなくても大丈夫ですけども、最低限、GitHub のアカウントを作って、リポジトリを作って、公開リポジトリを作って、これ公開にしておく。で、それをきちんと展開するということが、条件になるので、これをちょっとしっかり読んで、ちょっと一人で不安だなっていう場合には、やっぱり3人ぐらいでチーム組んだ方がいいんじゃないかなと思います。あと、ハッカソンのコミュニケーションツールですね。これは、大きく2つ、何かあったら、ツイッターとか SNS で質問したいとかってなったときには、
確実にキャッチアップできるかどうか保証しないですけども、ツイッターとかフェイスブックとかだと、あとインスタグラムとかだと、あのシャープ、プラットで結構コミュニケーション取れて、あのされてます。昨日もあのアワードの、説明会でもこんな形であのやり取りされているので、何かあの分かんないことがあったら、こういったハッシュタグを使って SNS で聞くか、確実に聞けるのは、ここに紹介されているディスコードですね。ディスコードのリアースの公式チャンネル、あの公式、サーバーですね、ディスコードがあるので、それを、にジョイン参加してもらって、で、チャンネルハッカソン 2023JA というチャンネルがあります。ディスコードの、ここですね、チャンネル、まあ、使ったことない人はあのせっかくなので、まあ、スラックと似たような感じですけども、リアースの公式チャンネルのチャンネル一覧とかから、うん、探すか、イベントというジャンルの中にもあります。ハッカソン2023、日本語でやり取りするように JA という日本語の情報が入っています。これが、使わせてもらいます。まあ、今後、他のハッカソンもやってくるかもしれないですけども、こんな感じで。まあ、チャットのやり取りをするときには、ここにまず質問するのが一番確実です。あと、技術的な質問に関しては、この、リアースの公式サイトの中の、デベロッパーズクエスチョンデブというところで、もっと細かなコーディングの質問とか、GitHub も含めて、ある程度、初心者のところは、このハッカソン JA2023JA の方でもやり取りできますし、すごいコアな質問とかになったら、あのクエスチョンデブの、ね、日本語のサイトの方を見てもらってもいいです。はい、というとこですね。なので、ぜひ、このディスコード使ったことない人はディスコード使ってみてください。はい、ということで、今後の予定としてこの後田村さんからも説明もありますが、リアースの使い方をちょっと学んでもらって実際に自分で使ってもらうということで今日のキックオフは終わりです。今後、古橋の方から、リポジトリの公開の仕方の、ハンズオン動画を共有します。いずれにしても、ちょっとこの辺細かくですかね。今週末までにチーム、もしくは個人参加をするのを決めて、登録をしてください。Google のフォームの方に、チーム登録フォームがあるので、そこを、使って登録を必ずしてください。あ、こちらや。しまった。ズーム、ズーム、ズーム、ズームチャット。よいしょ。よし。で、19日の夜までに提出して、20日に発表会です。20日も、同じように、同じズームの URL で18時10分から始まるという形で。終わりはちょっと、全員の発表終わるまでというところと審査があるので、19時半までにちょっと長くやります。はい、ということで、在体全体としてはこんな形で進めていく予定です。はい、で特に何か質問がなければ、ちょっと軽くあのフェリス城学院大学の内山先生から一言もらって、リアスの使い方のハンズオンに移っていきたいと思います。内山さん、今喋れますか？内田さん、喋れますか？内田さんと内山さんがいるから、なかなか間違いやすい。内田先生、喋れます？はい、はい、フェリスの内田です。皆さん、はじめまして、よろしくお願いします。ですね、2002年ぐらいからですね、あのフェリスの中に GIS 研究会っていうのを立ち上げまして、まあ、でも GIS って言っても大したことはできないんですけど、まあ、そんな中で古橋さんとも知り合って、なんか、かれこれもう20年ぐらい経つみたいですね。で、あの、今年はですね、結構学生が大勢いまして、多分19人ぐらい参加する予定なんですけども、はい。今なんか、青山の皆さんともつながりたいとか言ってますけど、あの、21になるのは恥ずかしいから、4人にならないかという話もありました。22で。5人になると、その意見が割れたときに半々になっちゃうの。5人だと5人になるというので、3にしたんですけど。そんな話をしながら伺っていました。結構、初めての
皆さん参加なんて、というか、こういうこと自体やるのが初めてなので、ちょっと不安も抱えていますけれども、楽しくやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。遠慮なく何かあれば聞いてくださいというのと、はい。このチームはちなみに、授業に埋め込んでるので、毎週木曜日の午後の授業とセットでやってるので、青学チームは来週、ちょっと中間発表もさせようかななんていう、個人的には思っていますので、はい。なるほど、はい。でも、適宜します。多分そうですね。成果発表会よりは、ちょっと進捗を見ながらアドバイスした方がいいかなというふうに思って。はい。はい、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、田村さんにバトンタッチしながら自己紹介兼ねて、はい。ハンズオンお願いします。あ、よろしくお願いします。はい。お願いします。聞こえてます。はい。ちょっと待ってください。20分ですよね。なんで、ささっと目標で、はい、やっていきます。もう画面共有できてます。見えてます。はい。株式会社ユーカリアの田村と申します。東大の、渡辺研究室、広島アーカイブっていう、代表作を作っている研究室で、客員研究員をしています。で、ここの広島アーカイブを作っている研究室の研究プロジェクトとして、このリアースっていう、今、プラ先生から紹介になったリアースっていうものを、開発してリリースしてきました。で、これらは、まさにノーコードであったり、ローコードで、デジタルツインのプラットフォーム、デジタルツインを実現するようなウェブアプリケーションを作れる、ソフトウェアになっています。で、こういう、広島アーカイブっていうものを作ってきたんですけど、これらを誰でも作れるようにしようっていう思想から始まったプロジェクトがリアースになっています。で、この応用先として、まさにプラトビューで、今使われるようになってきたっていう中で、早速、皆さんにもリアースを触ってもらいたいなと思っています。ちょっとあまり時間ないので、ささっと。まず、リアースのアカウントを取得してください。リアースのウェブサイトに行ってもらって、で、そうすると、ここのスタートナウっていうところで、アカウントを取得できます。はい、ここのユーザー登録で、アドレスとユーザー名とパスワードを入れて、でチェックを入れた上でユーザー登録ってすると、認証メールが登録したメールアドレスに届きます。で、そこを承認してもらうと、アカウントが有効になって、ログイン。サインインができるようになります。で、はい、こういった形の管理画面。に、ログインができます。で、最初に入るのは個人のワークスペースです。k.tamuraz ワークスペースに入っている状況なんですけど、グループで作成するにあたって、グループのワークスペースっていうものも作ることが一応できるようになっています。で、今回、このプロジェクト用に、プラトーハッカソン2023っていうのを作ったので、後ほどみんなのメールアドレスもしくはアカウント名を教えてください。そしたらここメンバー追加していって、で、フリープランをチームプランにして、無制限で使えるようにしたいと思うので、後でいいので、これフォームとかで集められますかね？フォームか何か。フォームで集めるようにします。じゃあ今フォーム書き換えておきます。はい、すいません、お願いします。はい、はい、そうです。登録したメールアドレスが一番確実なんで、それがあると嬉しいです。はい。で、という形で、個人のワークスペースなく、グループの、このハッカソンチームのワークスペースで、作業をするようにしてください。で、そっちのワークスペースの方ワークスペースがありすぎて。はい。で、ワークスペースに入ったら、まずプロジェクトを立ち上げることになります。ニュープロジェクトをクリックして、はい。プロジェクトネームをタップで、クリエイト
っていうふうにすると、こういうカードが立ち上がります。一番左側の地球儀とペンマークをクリックしてもらうと、エディターのページになります。はい。こういうエディターのページですね。プラトビューの場合、はい。このプラトビューは、リアーストベースを裏側で、使って構築されているもので、実際にお見せすると、こういうふうな形で、ノーコードで作られているものです。これを更新するっていうふうなボタンを押すだけで、実はプラットビューを作ることが、も作ることができるようになっていたりします。で、同じように、プラットビューを作れるような、エディターになってますので、ここで基本的には作業を皆さんしてもらうっていう形になります。構成を説明すると、左側がデータ、ないしはウィジェットを追加したり消したりっていうところになってます。で、データであったりウィジェットを、設定するのがこの右側になっています。で、真ん中がその実際にビジュアライズするビューアーのところになっています。例えば、この地球儀について設定したいというときに、富士山周辺とかな。現状だと地形がオンになってないです。なので、シーンってボタンを押して、で、シーンに対して設定をするので、右側のパネルから、テラインっていうのを選んで、テラインをオンにすると、地形データが読み込まれて、はい、富士山が出てきます。で、次に、じゃあそこにデータを載せていきたいっていうふうになったときには、そうです。今度は戻って東京付近に戻ります。はい。ここに例えばマーカーを載せると、ドラッグアンドドロップすると、マーカーのがピンが出ます。マーカーであったり、フォトバーレイであったり、球体であったり、3D モデルであったり、3D タレント、これはプラトンデータを載せるためのものですね。であったり、あとは各種 GIS のデータフォーマットであったりっていうのは、ここからドラッグアンドロップしていくことで追加することができます。で、追加すると、レイヤーズのところにマーカーが付与されます。で、マーカーをクリックすると、右側のパネルもマーカーを設定する画面に変わります。で、何か適当な画像はある。あ、全然ダメだ。何かない。何の写真も用意してなかったので、難しいですけど、例えば、マークビル、はい、こういうふうに画像をアップロードして画像を選択して選択ってクリックするとアイコンが変わります。マーカーのアイコンが変わります。で、実際にはまあいろんなデータの設計がついてで、サークルにクロップするであったりとか、シャドウを入れるであったりとか、ラベルを追加するであったりとか、こういう設定ができます。で、ここに対して、また情報を付与するっていうので、クリエイトインフォボックスってやると、このマーカーに情報を入れていくことができます。テキストであったり、イメージであったり、あとは動画であったり、はい、を入れていくことができます。で、
そうすると、マーカーに対して、情報を付与して、このマーカー自体は完成です。場所が違ったなっていうふうに思ったら、これ、マーカーのところで長押しすると移動ができます。丸ビル付近、どうしたんですかね。にポンと戻すこともできます。で、こうやって、複数のマーカーを追加したり、音オーバーレイを追加したりとかしていって、かなりごめんなさい、端折ります。ウィジェットのところで、ストーリーテリングっていうのを選んでます。で、そうすると、ストーリーテリングっていうのが、ウィジェットの中に追加されます。で、この状態で、ストーリーテリングを選択すると、ストーリーテリングの設定パネルに右側が変わるので、ここで、ストーリーリスト、プラスっていうのをして、で、こういった形で、追加して、セーブっていうふうにすると、まあ、すごい、ざっくりなんですけど、マーカーが、ストーリーとして順序立てられるっていうものになります。で、今日はもう20分しかないので、ものすごく端折って説明してるんですが、この辺のやり方に関しては、リアースの YouTube チャンネルの方にも、ありますし、あとは、リアースの、このドキュメンテーションのところに、ユーザーマニュアルとか、はい、あとはチュートリアルのところにもやり方が書いてあったりします。この辺を見ながら、ストーリーテリングのコンテンツをどう作るのかっていうものを、やって、どうやって情報をたくさん載せていけばいいのかっていうのを参考にしてもらえるといいなと思います。で、肝心のじゃあ、プラトーデータってどうやって載せるのっていうところなんですけど、プラトーに関しては、GitHub で、プラトーストリーミングっていう形で 3D タイルズを配信してくれています。3D タイルズっていう形式が、レジュームの、を表示するためのデータフォーマットになっていて、で、この URL のですね、をコピーしながら追加していくことに、やり方を説明します。3D タイルズをドラッグ&ドロップし、で、該当の場所の千代田区の建物モデルの LOD1 なのか2なのか、2の中でもテクスチャーなしなのかっていうものを選んでもらう。で、コピーして、コピーした状態で、3D タイルズを選んだ上で、タイルセット URL の URL からセレクトをすると、プラットのデータがあります。で、先ほどのストーリーテリングをプラットの中で展開することも可能です。で、あと5分なんで、まあ、こうした形で、まあ、情報をさまざま付与してもらいつつ、まあ、最後に参考になるかなって思うところを話をしていきたいなと思います。ちょうど7月10日に同じような課題を東京大学の方でもやっています。で、東京大学の方でも同じような課題をやっていて、7月10日にその公表会が開かれます。こちらは申し込んでもらうと誰でも見ることができますので、ちょっと参考にしてもらえたらいいのかなと思っています。で、過去の作品も見ることができて、で、ここですね、プラットを使ったものとかですと、その
データ配信の URL が変わったから、ちゃんとデータが読み込まれてないかもしれない。なるほど。はい。去年から今年にかけて、ストリーミングの URL 変わったんで。ありえることだけど。そうですね。はい。実験中って書いてあるんで、もう、まあ、一応これは去年までは、フラットのデータと重ね合わせをするっていうことをやっていたり。背景には 3D の建物が本来出てきたんだけど、今使うとそっとデータ消えちゃったり。はい。なんかこういった形で、その、キリンの翼を題材に、そのシーンを再現するっていうことをやっている、あの、作品だったり、あと、こちらは、あの、まあ、プラットを使ってはないんですけど、あの、京都で読まれた和歌をプロットして、で、それをストーリーで読んでいけるような、ものを作っていたり、はい、していて、まあ、ストーリーテリングっていうコンテンツをうまく表現するにあたって、どういった方法があるのか、皆さんが学ぶ時間っていうのがかなり限られてくると思うので、ぜひ参考にしてもらえるところは参考にしてもらって、あとはそこに自分だったらどうするのかっていうクリエイティブな要素を入れてもらえるといいのかなと思います。大体毎年50人ぐらいの、あの、50作品ぐらいは上がってくるので、そういうものを見てもらえるといいのかなと思います。こちらも挙げておきます。これは今年度の公表会の申し込みができて、かつこの下のところに参考として、あの、過去作品も載っています。はい。って言ったところで、残り2分くらいなんですけど、はい。一旦、ここまでにしておこうかなと思います。はい、軽く、あの、エンベッドの機能ってどこにあるのかだけ。エンベッドは、パブリッシュすると。パブリッシュして公開して、ここに出てきます。はい。公開した時の、上のパブリック URL と下のエンベッドコードの、そうです。公開だと下のエンベッドコードをうまく使っていくっていう。はい。あと、ちなみに、まあ、エンベッドだと単純に HTML の中に埋め込むだけになっちゃうので、まあ、仮にリアースが将来、まあ、さっきのデータのリンク切れるような形で、リアースそのものがなくなっちゃった場合には、当然エンベッドしたものも見えなくなっちゃうと思うんですけど、逆にそういうのも、まあ、永遠にアーカイブしたいと思って、いわゆるセジウムイオンのように、JavaScript とか関連するコード群、そっくりそのまま、ごそってダウンロードする機能って、今後、リアースとして出てくる可能性、ありますか？それはやっぱりあります。実際、何でしたっけ ?EU の F、あれ ?FD、あ、あれごめんなさい。EU のあの、デジタル規則に基づくと、そういったデータをユーザーがいつでもダウンロードできるようにっていうことが決められつつあるので、僕らもアーカイブの観点から、まさにそういったものをダウンロードできるようにっていうのは、あの、今後進めていく予定です。現状でも一応データのエクスポート機能はあって、ちょっとまだつかないと言わないんですけど、はい。徐々にそういうことはしていきたいと思います。あとは、この中でモサがいれば、あの、リアス自体はオープンソースになってるので、あの、自分でサーバー立ててもらって、運用してもらうっていう方法もあります。博士なので、もしコーディングに腕に自信のあるメンバーは、そのあたりも自力でやってしまう、はい、っていうので、はい。そうですね。はい。まあ、その辺、逆に言うと分かんないこととかあれば、さっき紹介したディスコードの、特にエンジニアリングの部分の質問は、dev.underbar.ja の方かな。こういう形で、はい。あの、公式のリアースのディスコードの中でコミュニケーションさせてもらえればと思ってます。はい。はい、じゃあ、今、はい、よろしくお願いします。ということで、今、ジャスト7時になってしまったんですが、多分今、わっと情報が流れている中で、大事なことは2つあって、1つは、リアースのアカウントを作るっていうことをやらないといけない。で、もう1つは、チームを早めに決めて、個人なのかチームなのかで、リアースの登録メールアドレスと、あとはチーム名も含めて、フォームの方に入力してもらうっていうのが、まあ、最初にある2つの作業だと思います。で、まあ、どんどん作業が進んでいくと、GitHub どうするんだっていうのは来週またあのこちらから共有していくので、また来週は GitHub のアカウント作って自分でちょっとリポジトリ立ててみて、リアースでちょっと作ってみたストーリーテリングをエンベッドしてみるっていうことをあの来週やって、試してもらえばいいかなと
というふうに思っています。何かフェリス側も含めて、青学の学生、質問とあればです。特に古橋の授業で参加している学生は、そういう意味で言うと、後で Google クラスルームにも、青学の学生は別途出しますけど、実際にリアスのアカウント名とか、あのフォームで聞いたようなことをもう一回再確認するための、課題は出しますが、基本的にはストーリーテリングをガンガン作ってもらう前提で、授業の一環とします。フェリス側から何か質問ありますか？情報量多すぎて多分大変だと思いますけど、あの適宜フォローアップします。なんか逆に内田先生からちょっと実際やってみるハンズオンやってみたとかあれば、来週とか来週の同じ時間も僕は空いてるんで、はい、あ、なるほどですね。その同じ時間にハンズオンやるってのもできますよ、僕の方で。はい、あの今あの聞いてた学生たち最初から全部すべてわからないと言ってました。わかりました。何個喋ってるのって言ってましたけど、の地道に聞きたいと思います、はい、あのたまたまあの私の手元にもこの情報処理学会の冊子があるんですけど、この担当がですね、この7月号プラトーの、あの内山さんの記事なんですね。これ7月に、6月15日に発刊されたのかな。でこの記事みあの学生に共有してるんですよ。おお、なるほど。あ、じゃあプラトーここにはあの このプラトーをですね、あの結構市民にまで落としていきたいということが書かれてまして、なんかうちの学生が理解して使えればあのこの思った通りに展開できるんじゃないかなっていう話をしていてですね、ぜひ、まあ、この経験をあのぜひなんかまとめて情報処理学会に投稿しないかみたいなことを学生には言ってるんですけど、あのこの全くわからないとこからどこまでできるのかちょっと楽しみにしてます。逆にあのどこで引っかかったかもぜひ教えていただけると我々としてもですね、はいはい、なのであのそういう意味で言うと GitHub のイシューも使えるようにしておきますので、何かエラーが出たとか、はいはい、トラブったとかあった時には GitHub のイシューにバンバンあの書き込んで、そうですね、記録に残すといいかもしれないですよね。そうすると多分、はい、あここにみんな引っかかるのかってこと分かってきます、はい、まあ、そういうのにテストにも使えるメンバーだと思います。あの非常に参考になります。はい、よろしくお願いします。オンラインの、フェリスのオンラインの皆さん大丈夫ですか？あの後ほど動画は共有するので、よくわからないという場合は、はい、多分3回聞けば多分大丈夫じゃないかと思います。だって3回聞けば大丈夫そうです。だから 3回聞けば大丈夫、言葉の意味も含めてね。はい、2倍速で聞けば効率よくいけるんで。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあまずはこれをキックオフとして、来週まああのぜひ必要であれば声かけていただければ、あの中間発表的な形で、あ、青学と合同チームを作成する場合どのように知り合えばいいですかという質問が来てますので、これはディスコード のチャンネルを使ってください、あのディスコードのハッカソン、JA だっけな、2023ハッカソン、自分でちゃんと名前言えてない、イベントハッカソン2023アンダーバー JA というディスコードのチャンネルでいろいろお互いに口説き合ってくださいという形で、こうチーム募集中ですとか、はい、そんな感じでワイワイやってくださいということです。青学生も同じです。せっかくだからフェリスとチーム一緒に組みたいという学生は積極的に声掛けをして、チーム作ってください。大丈夫ですか？はい、何か困ったことがあればフラッシュにも遠慮なく聞いてくださいと言いつつも、基本的にはまあ、内田先生経由でもいいですし、まあ、ディスコードがメインでいいと思うんですけども、ディスコードにたどり着くのにトラブった場合にはスラックじゃないや、ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとかでもいますので、ハッシュタグ使ってもらえれば、一応巡回しているのでプラットハッシュタグで見ておきますので、何かあったらそっちをバックアップに使ってもらっても OK です。はい、他質問大丈夫かな。一応はい、ということで、一旦じゃあ聞く方のこんな形で、皆さん頑張ってくださいということ、なるべくこう進捗情報をディスコードとかにバンバン共有して、今ここまでできたとかっていう形で、まあ、ネタばらししちゃってもいいかなと思ってますので、適宜アドバイスもできるので、ちょっと古橋の方でも一
つ作品作ってもらみようかなと思ってます。はい、何かあればエンディングを聞いてください。はい、じゃあもう時間も6分オーバーという形なので、一旦ここで終わりにしたいと思います。では、発表会は2週間後の20日になりますが、それまで皆さん頑張ってください。はい、じゃあ終わります。よろしくお願いします。終了。